オーに。えっと、じゃ、あ自分の秘密を一つ告白。一番嫌なパターンなの。さあ、何番だ。一番。私だ。将軍かよ。将軍かよ。ああ、できた。将軍面白。どうか。将軍かよ。秘密。秘密だって。将軍家は代々。あっちの方も。

噂ではその数は数千種類にも及ぶお <laughs> <laughs> おうわさだ弁慶の武器じゃないんですよ <laughs> なあ <laughs> そんなにいっぱいあるんだよ <laughs> 弁慶だって千本後ろに入ってないないよあの顔に入んねえそんな <laughs>、うん、そんな桜井さんの日常は休みの日にちょくちょくお気に入りのメガネ屋に行き<う>そこで気に入ったものを購入されているそして部屋の部屋のどこかにメガネ専用のメガネ収納ボックスなるものが存在する 実際のところメガネに対してのこだわりはどれぐらいあるんですか。ああでも携帯を忘れて取りに帰らずメガネ忘れて取り替えたりするっていうことあったりしましたね。<ー>なんか<ー>も,うもうどこでも話してるんですけどももともとは俺両方とも2.0なんですようん、うん、視力で別にメガネ必要ないんですけども、うん、その若い頃にそのあ事務所の偉い人にお前、うん、目つき悪くてそんなん嫌われちゃうから <laughs> そうだなだってメガネでもかけろって言われて簡単だなで。 あの買いに行って初めこう1,000円ぐらいのあるじゃないですかリーズナブルなやつをつけ始めてから始まってるんですよね。<ー>それがもう189年とかずっと続いてて今に至る。はいで 数千種類みたいなことなってて。そうそうそう。ほら数が多い。なんか都市伝説みたいになってて、ないよ、そんなに。ほぼ毎日変えてるぐらい。ですよね。一年でつけきれない。そんなにはないですけど。どうやって保管してますメガネって。でも、あの、メガネ屋さんので、時々なんか、箱くれたりしません?。メガネ入れ、なんか何種類。あります。あります。あれ、そのまま使ってたりします。だから、わざわざなんか買ったりはしてないんですけど。 あの眼鏡にあるぐるぐる回るやつとか家にないああ出たああ出たあで,でもちょっと欲しいあれあるねぐるぐるぐる,ぐる奥からたまに出てくる収納革のなんか収納ボックスみたいなあるじゃないですかうん、うん、ガパッて開けるとこ何種類も入ってるっていう、うんうん、よく店頭に表示あの展示されてるもの以外のものなんかありますって言うと店員が奥から持ってくるやつ,やで,るやつですよね。その中いいものがあったりするんで、うん、これだこれだって,って、ね、<laughs> ひたすらかわいそうな目にあるん たただただ災難に遭っていくっていうねほんとにあの雪山かなんかで滑るから、えー、本当に <laughs> ボードにされてね「後継ぎが後継ぎが」ってやる <laughs> あの下りがひどくってひどかったブレーキをかけ あと「臭い」って言われるし本当にねかわいそうで女子がみんな逃げてくっていうのがねもう切ないわなんかねほんとそうですね将軍を使って一ネタっていうどういじれるかというかねなんかねんかまあかわいそうなんだけど面白かったですよ積み重ねがあって一成編で ちゃんと決めるっていうううねねそです今回よやくやっと将軍らしい将軍のシーンが来たよっていうあやっぱりちゃんと将軍だったんだなっていうやっと分うじゃなかったってほんとだよ影武者だと思ってたまあ実際もねまあまあさらさらがね実験を持ってたんですけれどもねでも最後の最後でねちゃんと将軍として独り立ちしましたしうんえシッと決めましたしねこれからが楽しみなキャラですよはい多分多分ね え質問です。銀玉の高杉は銀鳥木のことを少し認めている感じがするのですが、えー、小屋さんは杉田さんのことを認めたりしているところありますか？十 <laughs> 二歳すごい質問来たぞ。<laughs> そうですね。なんか切り込んできますね。認めてるのかと。なんか認めてるのが悪いみたいな感じ。<laughs> <laughs> <laughs> 深読みしすぎですか。なんか認めちゃ嫌なんじゃなみたいないやいやいやそんなことはないと思います。<ー>純粋にそういうことなんですか。いやいや、あやっぱりね、あのー、もう何年ぐらい始。 もうやっぱりドラゴンドライブがすごいんだと思うんで、うんね、<ー>だってもう1415年以降この業界でやっていくっていうのはどれだけ大変かわかるじゃないですかうん、うん、まあまあそういうことですよね、うん。本当にだからいっぱいいるけどもそれでもやっぱり消えてっちゃう人がいる中で杉田君はいまだにこう、ね、レギュラーもいっぱい持ってるし、うん、主人公だってやってるわけだし。うん もうこれは認めるとか認めないとかじゃなくて誰もが分かるもう立派な声優さんなわけじゃないですか、うん、もう素敵なことだとだ思いますよねあの初めにこうなんかあのー、割と初期にね、はい、声優始めた初期から知ってるだけに。 ああの頃の頃そうそうあの可愛らしい杉田君が、ね、なんか今やこう先輩のようにまあ先輩なんだけど先輩のようにこう振る舞ってるところを見ると、うん、あやっぱり時代ってこう流れていってるし、うん、もう年もねそれなりに取ってきて立派になってるんだなぁと思いますよだって。すごいねねそれはあなたも、ね <laughs> っダイちゃんもね本当にね飛び火してるぞほん当すごいと思うよね絶対消えると思ってたのよもうあれもですよだもう本当に僕のだって一番を知ってるんですもん。イガンラムも僕はまだテレビの前にいました恐ろしい話ですよ需要があったってことだよねそういうことになっちゃいますかもういや立派だよね 杉田さん、坂口さん、こんにちは。こんにちは。この間の贈り物の会、坂口さん、念願のパンデモニウムさんが出てきたので、私もすごい嬉しかったです。うん、そして最後のくだりがすごく面白かったです。うん、収録はどんな感じで行われていたんですか。教えてくださいということですが、はい、どんな感じですかね。パンデモさん。パンデモさん。パン,パンデモさん。パンデさん。なあ。うん。<laughs> どうしたんですか何でもねえよどうしたんですか何だよちょっと何か何か問題でも。パンデモさんのグッズが欲しいんですよね、僕。ね番組終わりましたけど。フィギュアとか欲しいです。うん。なんなら、あの、喋っていただけるとなお嬉しいです。あの、水に入れると膨らむやつあるじゃないですか。ああ、はいはいはい。パンデモさんを。パンデモさん。お風呂にパンデモさん持ち込んだりするわけですかいや、水にブブブブブって出なって。怖いわ。むしろ怖いわ。ええ。 あどんな感じと言われましてもね。うん、何せほら、僕とくぎみーは、1ヶ月半ぶりの登場だったもので、はい、そうですよ。<laughs> あの、勘を取り戻すのがね、<laughs> うん、あれ、こんなんだっけみたいなところもあり、うん、ええー、最後の最後の,、はい、の PDM48 で、はい、いい感じでした。そうですね。はい、いや、でも本当に言ってみるもんですね、ああいうネタに拡散されていくっていうのは。まあ、怖いですね。なんか怖いですね。うん だからね、某、あの、お助けアニメで、はいはい、あの、柏木メンバーが来るときには、うんうん、必ずあの、スタジオの、あの、窓開けて、は、張り付いてる不審者がいないか、ちょっと。うん、ね。もう、本当にね、スパイダーマンですよ。<laughs> <laughs> うん。張り付いててもおかしくないですよ。ね。うん。危ないですよ。んそうやめてくださいよ、本当に。大丈夫、大丈夫。柏木メンバーが危ないですよ。<laughs> あのね、本当にね、うん。あのー、 多分大変なことになる。だから僕も、え、おとなしくしています。ちょっと待ってくださいよ。本当にカチュウにいる人、エブリデーカチュー車じゃないですか。何うまくいったみたいな。なんだろうな。うん。まあまあ、と、とにかく、あの、現場はすごく楽しかったです。続きまして、千葉県の霧島真央さんでーす。すに質問です。銀玉を通して一番気に入ってるアドリブは何ですかもしあれば教えてくださーい。アドリブアドリブ。カグラ入れますかねカグラって。そんなに入れない。 台本が面白いからね。そうな面白いよね。気に入ってる人のでもよいよ、人のでも。人のうん。な、なんだろう。アドリブか。あれじゃないですか、あの、東夜子仙人の回に、ズバリから始まって、カグラも入れようなかったやつだ。あ、そうだ、あれ入れたかったなもうズバリの流れがね。カグラだけセリフが離れてたんだけそうそうそう。あのね。 銀ちゃんと新八がね、ズバリでこう、あの富田さんとこう、受け答えしてる、ズバリトークしてる、みたいな。<laughs> あれ今ズバリって言いたいよーって思ったんだけど。<laughs> 裏だけちょっと離れたところに。ね、間が悪かったんです <laughs> ここでズバリを持ってきてもって <laughs> <laughs>。何今のズバリ <laughs> <laughs> もう、もうこのくだり終わってるんですけど。辛い。言われたら僕3日寝込みなさい。<laughs> なか杉田君のアシストナイスだったねズバリでしたズバリはいじゃ続いていきましょう沖田と鈴村さんの共通点をみんなで考えましょう考えるの逆に僕とか大輔さんから見てっていうことも合わせると意外な一面が今回見えてくるああなどね自分の中ではどう思ってます <スミ请>起きたと鈴が <laughs> まずはね。似てた困るよね、あの人とね。そうですね。でも似てる気もしなくはないよ。し,しなくも分からなくはない。<ス>うんこしろってやっぱ言いたいし、俺も。あるならバズーカ打ちたいし<ー>、うんうん。俺にも剣はあるし。 男は狼、生きてる限り狼ってね。おかしいな。多分歯車ってのが完全に外れてるな、これ。歯車そのものがないからね。大惨事だ。俺、これ、オファー受けなきゃよかったな。ちょっと待ってくださいよ。後悔早いよ。早いこれから、これから。モーターとギアの相性が良くないんですよ。ハイパーダッシュモーターじゃダメなんですよ。それが良くないって話を今してるわけであって。だから受けたくないって。いう。